どうも、こんばんは、エネムです。今回は、最強降臨の松前ですね。こちらをオートバトルで、何パターンかですね、パーティー、作って回してみたんで、そちらの方ちょっと後付けでね、話しながら見ていこうかなと思います。まあ、何パターンか作ったといってもですね、この、エトと2周年カネキの隣に誰を置くか、ただそれだけですね。今回相手が光属性で弱点の闇しか武器耐久値を削れないんで、まあ、この二人が最強だろうということで、エトと2周年のカニキは常に組ませた状態です。っていうかもう、2周年のカニキは有馬と組ませるっていうよりかは、スペシャルガシャのこの終焉エトと二人で組ませてやるっていうパターンの方が多いですね、個人的には。何かと有馬、2周年有馬と2周年カニキはですね、覚醒のタイミングがいかんせん難しいと。特に2周年有馬さんは覚醒してしまうとバフがねーっていうところなんですよね。ブレイクして 2.5 倍のバーのブレイクバーストと味方全体をかけたいんですけど、まあ、そこまでね、あの倍率的には必要ないと。 2.5 倍だっけ、忘れちゃった。まあ、エトのブレイクバーストでも十分火力は出る、うん、今の、まあ、S ランク出ましたけど、そこまでね、あの必要じゃない。正直全然エトの火力でもうぶっ壊れレベルだから。まあ、こうやって前衛にね、現段階最強、まあ上から並べたら、まあ、比べるところはちょっと違うかもしれないけど、まあ、上から並べたら優先順位的にはこの3人だろうという3人を全員並べた豪華パーティーなんですけど、まあ、強いやつを全員並べればいいってわけでもなくて、無駄な時間がかかってしまうと。正直2ターンで終わるかなと。2ターン目でスキルバンバンって打ってエトがブレイクして終わるかなと思ったんですけど、まさかのエトのスキルがたまんないっていう、あとアタックポイント1か2ぐらい足りないっていうね。まあ、何回もやってればね、5コンボ目のアタックエトが何回か乗せてスキルたまるのかもしれないけど、まあ運になっちゃってるから多分確率も低いしな、3人でやると。5コンボ目にエトが攻撃する確率ね。で、まあ3ターンかかりましたよと。まあ確実に勝てるんだけどね、これで。まあどうにか2ターンで勝ちたいといったところですね。はい。で、次がエト、で2周年カネキ。まあここは完全に固定させて、で、右端を有馬じゃなくてオールにしましたね。はい。相手に強い闇属性のオールを置いてます。本当に、まあ、前々から僕言ってるんですけど、この2周年カネキとスペシャルの終焉エトは本当に相性が良くて、エトがスキル打って下がった、味方の防御力を、まあ、カネキが補うと、はい、高倍率の防御力アップ。で、相手も攻撃力下がってるから結局もうこっちは食らえませんよと。で、これ一番右端にですね、スペシャルガシャで出るオークションのムツキを置いてやるともう本当に完璧ですね。武器耐久値も回復するし、持続回復もするし、みたいな。あ、状態異常どうだったかな、オークションムツキ。で、まあ結局これも全員弱点属性並べてみたんですけど、確かこれ3ターンかかったと思うんだよね。ちょっと今、ムツキのあれを見てみよう。まあ、カネキのスキルの溜まりやすさ。これはもう本当に最高ですね。で、ここで一発目のオールのスキルかな。本当はエトでブレイクしたかったっていうのが本音ですね。これ何ターン目だろう。今ちょっと見たんですけど、オークションのムツキはあれですね、ないですね、状態異常回復が。まあ状態異常回復あったらぶっ壊れだな。武器耐久値回復あるのは嬉しいけど。で、これまあちょっと遊びでムカデを入れてみたんですけど、あんま今使ってる人いないのかな。火力はね、ステータスの攻撃力的には高い。ただスキルの内容の倍率がね、ちょっとなーって感じなんですけど。食い殺す。
まあこれは完全に遊びですね。まあこれでも全然十分に勝てます。でも今回はこの2周年カネキがいたらオートバトルまあ大体勝てるんじゃないでしょうか。あの3ターン目にねこの松前が武器耐久値をマイナス5してくるスキルを打ってくるんで、それをねムカデにぶち込まれるとまあやられるよね。ムカデ武器耐久値がなんぼだろう、5かな、5しかねえんでジャストミートで削られますね。3ターン目で打ってくるのは確実だと思う。だからあんま3ターン目に引っ張りたくないっていうのが本音だから2ターンで終わらせたい。最強降臨出た時に、まあ、手でね、バババーってタップして回るのがそれは一番早いっちゃ早いんですけど、やっぱこのゲームいいところはオートバトルがあるってとこで、正直ね、最強降臨で、武器強化素材交換チケットを貯める時代はもう終わった。正直、闘争やってれば貯まるし、アンテイク攻防戦とか、まあ、なんか時々来るさ、もうめちゃくちゃチケットがうまいやつ、あそこに倍率の戦術を使って回ってれば、もう速攻でも1000枚、1万枚とか貯まるんで、そこですね。最強降臨で貯めてでも、時間がかかるだけで、まあ、こうやってなんか他の作業、まあ、例えば FGO の種火集会とか、FGO の QP 集会とか、あとは FGO のイベント集会とかやりながら、こうやって横でオートで、まあなんだろう、ノルマあるじゃないですか、50回クリアで石がもらえたりするやつを、まあ、達成するっていうのが、まあ、このゲームのいいところなんじゃないでしょうかね。あんまのめり込んでやってもね飽きると思うんで、何かのついでに横で回してやるのが長続きの秘訣なんじゃないかなと僕は思いますね。でこれ最後エトとかね2人だけで行ったんですよ。で結果から言わせてもらうと、この2人だけで行くのが一番良かった。なんでかっていうと、エトのスキルが2ターン目で溜まるんですよね。一見前衛3体にしてコンボを重ねた方がスキルは溜まるんじゃないかと思われがちなんですが、二人でやって、二人でやるとね、5コンボ目に、エトが殴る確率は高えのかな。まあ、二ターン目にエトが打ってくれるんで、まあ二ターンで処理ができるぞと。僕だ!いやー本当にこの2人噛み合うんですよね。まあ今回の松前が光属性かつ弱点属性からしか武器耐久値削りは受けませんよっていうルールでやってるんで、今回はこの2人が本当に抜群に噛み合ってますけど、まあこの先ね、例えば水とか来た時に、まあ相手の攻撃力を下げたいってなったら、重造とか、まあ、アモンとかになってくるのかな。でも、オートで回すとね、なかなかきついんですよね。一ターン目にスキル打てないからさ。はい。とりあえず、ここで終わりですね。というわけで、お疲れ様でした。今回はですね、最強降臨の松前をオートで回したんですけども、みんなどんな感じで回ってるんでしょうか。手でやってますよとか、オートでやるときこんなパーティーでやってますよっていうのがあれば、よかったらコメント欄に残していってください。ではまた次回の実況動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。